北京五輪で岸田首相、メダリストへの祝意控える。参加者全員を称えたいに疑問の声。内容はこちら。北京五輪で岸田首相がとんでもないことを言ってしまったようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。岸田文雄首相は北京冬季五輪の期間中、電話や自身のツイッターなどでメダルを獲得した日本人選手に祝意を伝えることを控えた。日本人選手が活躍するたびに活発に発信した歴代政権とは一線を画したが、メダリストだけを取り上げるのではなく参加者全員をねぎらいたい首相周辺との思いがあったからだという。参加者全員を称えるためにメダリストへの祝意を控えるっておかしくないですか。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。全員を称えた上で特にメダリストに祝意を述べればいいだけでは、お祝い言うぐらいいいじゃない、なぜ健闘を称えないのかしら、控えなくていいところばかり控えてる、気の利いたこと言ってるつもりなのかな。北京オリンピックの外交的ボイコットをなかなか決めれなかったくせに、日本人としてメダルを獲得した選手くらい両手を挙げて祝えないものか。もちろん選手関係者全員もだが、なんかいつもずれてますよね岸田首相。次はこちら。徒競走でみんなで手をつなぎゴールさせる幼稚園の園長。学校の運動会で1位決めないとかいう校長みたいなもんか。岸田校長先生、校長先生、情けない日本のトップですよ。次はこちら。決断力がない人の特徴。1、すべての作業における行動が遅い。2、頼まれたら断れない。3、責任を取ろうとしない。4、人に嫌われることを恐れる。5、周りの意見に振り回される。完全に岸田首相ですね。次はこちら。ちょっと意味がわからん。なぜここまでアホなのか。ことなかれ主義。参加者をねぎらいつつメダリストに祝意を示すのがなんか問題ある。わけわからん。何がしたいんかな。みんな困惑してますよ。そりゃ困惑しちゃいますよね。最後はこちら。踏み球おかしいよ。踏み球なんて言ったらまたホクソ M かもしれないので言わない方がいいかと。結論。選手たちは北京五輪に出場するためにたゆまぬ努力で自分を磨き、そしてやっと手にしたメダルです。そんな選手たちへの祝意を控えるなんて逆に選手たちへの冒涜になりませんかい。参加者全員を称えた上でメダリストに祝意を述べる、なぜそれができないのですか。岸田首相は一国の首相としての自覚は終わりですか。そこら辺の校長先生とはわけが違うお立場なんですよ岸田首相。わかってます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。